待って、めっちゃアップになった。アップどうするんけ。あ、こうか。これこれ。めっちゃアップになった。何食べる？何やろ。何がいいかな。練習。買おうかな。車？あ、さあ、あ、自分のシューズ買おうかなと。トレシュー用に。うん。でもトレシュー持ってな、あ、持っとうけど。ナイキのなんか変なやつやけんさ。ナイキはワンちゃんに足。水野か。うん？うん、行こう。アディダスか水野で行きたい。2月からも絶対変わると。え2月から絶対変わると。どうですか。2月から絶対変わると。いや、2月とりあえずそこでやって。ああ、そういうこと。3月も2月も3月も練習すると。3月から練習開始なんですよ。あ、そうなんだ。2月は上手みたいな。うん、3月やけん。ちょっとなんか雨が降るのがだるいよね。うん、雨さえなければ全然外でいいんやけど。部品ってこと？そうそう。目の浜とか取れんと？目の浜取れんと？あそこ。小学校。うん。9時半ぐらいまでなんで。あ、そうなん。なんか小学校なんてそんな遅くまで取れないですよね。やるなら土曜とか日曜とか。気になるけど、どうなんだろうみたいな。土日とかやったら、試合やったらゆうきさんとかゆうきさんとかこれできる。あ、そういうことか。まあ、仕事終わりの夜遅くはいたことか。祝日、久美さんとかも、うん、子供、土日休みは、まあ、そうやね。あれやと思うけん。てか、まあ、土日潰されるのは正直ちょっと、あれやね。まあ、土日って、うん、休みないじゃないですか。うんうん。もさんもそうやね。みんな休みたいし。そうやね。その休みを、最初に。確かに、パシフィスタもあるしね。出てもいいんすか。でもそれだったら逆に人は集まり悪いかなと思って。あ、入ってないって。入ってない。入ったかと思った。そういうことね。降るかよね。雨がどんぐらい降るかよね。いや、雨だったら中止でもいいじゃないですか。あ、そんな。今のところは多分3万ぐらいで借りれるって。その旧三大のところが。月3万。3万。今俺ら4万3000円くらい。月で？で、8時間パック買えるじゃないですか。うん、4万3200円から。ああ、3万。
だいぶ違うと、それ1万って違う。1万違うけん。3万やったら、今何人ですけど、10人ぐらいいますよね、ですか。10… 流行ってが払ってないけん、11だから。うん、1人3000円ですよ。あ、そっか。今いくらっけ。4500円ですよ。ああ。コースケとかやったら2000円とかも下げれるんじゃないですか。正直練習試合のいけんけんさ、うん、ほぼほぼいけんけん、あの500円が、うん、とは思うけど、思うけど言えんやね。まあでもその500円は練習試合用じゃないっすよ、ね、あ、違うと多分足りんっすよ。あ、足りんけんな、うん、うま、うまい。いけ、いけ。まあ実際どこになろうが行くのは行くけん、どこでも行っちゃうけどね。どっちにしろ行くけん。